参院選自民党勝利の方程式だ。東京選挙区はセンチメータにこだわれ。私の名前は朝日です。登るしかないなと思います。沈んだら夕日になっちゃいます。身長が199ありまして体力には自信があります。小学校1年生だった長女はこの春中学校の入学式を迎えました。大きくなったもんだなと。小学校の6年間というのはあっという間だなと思いながらも、一方で政治活動を6年間続けてきて自分はどれほど成長できただろうかと。ちなみにうちの中学校1年生の娘、身長が177センチになりました。これまたどうしてこんなに大きくなったんだろう。子供の成長を見て自分の成長の遅さを、鈍さを反省する。反省しちゃいけないかもしれないけれども、子供の成長というのは早いなとついつい思ってしまいました。これが朝日源太郎。6年間政治家やってもなお初々しい純粋無垢の青年。もう一人の自民党生稲晃子です。2人に1人が癌になる時代です。ぜひこのデータと数字聞いていただきたいと思います。ほとんど全ての癌細胞が1センチの大きさになるのに10年から20年かかるんだそうです。でも1センチから2センチの大きさになるには 1、2 年でなってしまうそうなんです。急に成長を早めてしまうんですね。まあ、そうです。だから検診というものが大切なんですね。がん検診、がん検診が公約です。どう公約にって、まあいいじゃないですか。あたいは、神奈川、選挙区、でーす。若かりし、三原、純子、でーす。野党を、ディスるの。野党の皆さん、もう一度、改めて申し上げます。恥を知りなさい。